はい、こんにちは。またお昼をね、作っていきたいと思いますけどね。今日はちょっと曇ってんのかな、天気が悪いっていう感じでしたけど、でも雨だって言ってる俺に今止んでますね。今日作るのは、タケノコいっぱいいただいたので、春のタケノコうどんって感じで、タケノコをあんかけにしてうどんに合わせようかなと思っておりますので、ちょっとそれを見ていってください。こんな感じです。はい、またお昼を作っていきます。今日は、うどんをね、これをね、使っちゃいたいんですよ、また。ずーっとあったので。こういうやつですね、こういうやつ。こういううどんを使って、作っていきたい。春うどんって感じに作っていきたいんですよね。まずですね、フライパン温めて、ニンニクですね。あ、ニンニクじゃない、ごま油。ニンニクちょっと入れて、生姜も、ちょっと入れます。そしてですね、このひき肉も使っちゃいたいんで、これは合いびきですね。合いびきを一緒にこう炒めます。豆板醤ですね、豆板醤をこうやって入れます。で、こうちょっと炒めます。で、こんな感じで肉を炒めたら、次は春なのでタケノコね、タケノコ角切り、あと菜の花で、モネちゃんが好きだけど椎茸、これも角切りです。それで一気に全部入れちゃいます。また同じように炒めて、こんな感じでちょっとこれを炒めます。炒められたら入れたのが、まず醤油、お酒ですね、みりんです。お醤油も入れました。そしてオイスターソースも入れて、こんな感じになってます。これをこうやって合わせます。ウェイパーも入れます。あとですね、同時にね、うどんの方もちょっと茹でてきますよ。こんな感じで少し水をね、足します。じゃあここに水溶き片栗粉を混ぜていきます。はい、こんな感じで、タケノコが完成です。これをうどんにかけてば、うどんにかけていけば完成です。うどんの茹で上がりを持ちますね。はい、こんにちは。これはですね、モデルプレスですね。1998年生まれの芸能人特集っていうのをやってるんですよ。で、モネちゃんも1998年生まれと。1月27ですよね、モネちゃんもね。で、その98年生まれの芸能人を12人ピックアップして、でね、意外だなっていう人もいるんですよ。その中で、あ、モネちゃんと同い年だったんだ。これ意外だなっていうのもあったんで、ちょっとそれを話そうかなと思ってるだけなんですけどね。で、まず一人目はね、広瀬すずさん。これはね、なんかなんとなく、分かってたんですけど、これはもう有名なというか、まあ売れっ子ですからね。あれなんですね。で、モネちゃんですよね。モネちゃんはボス恋、今日やりますよね。青天を衝け、大河ですね。など、2021年も華々しい活躍を続けていると。また、6月23日にカバーアルバムね、そうね、のリリースほか、7月には全国ツアーも開催するなど、アーティストとしての安定した人気も誇っている。まあ、忙しいですね、そう考える。あと、まあ、これもね、大体ね、知ってたんですけど、中川大志くんもね、同世代だなと思ってたんで、モネちゃんと一緒。あと、こっからが僕意外なんですけど、藤田ニコルさんね、藤田ニコルちゃんが、モネちゃんと年一緒だったと。どっちがどっちってわけじゃないですけど、藤田ニコルって、のイメージってのも僕はもっと若いイメージだったんですよね。23なのかと思って。で、そう考えればみちょぱも23とか言ってたんで、ねえ、ああいう人たち永遠の15、6歳みたいなところがあるから、ティーンズモデルですから、あ、まあいい年なんだっていうね、感じですよね。うちの母親がね、結婚して僕を産んだのが23ですからね。そう考えるとね、昔の人が早咲きなんでしょうけど、モネちゃんの年ではもううちの母親は僕を産んでますからね。佐野優斗くんですね。これはちょっといまいち僕は知らないけど、ドラゴン桜に出るという人ですね。ミルクっていうんですか。ドラゴン桜見たいなと思ってる。
あとね、斉藤飛鳥と星野源。これはね、乃木坂ですよね。乃木坂はなんとなくそうだろうなって感じがするわけですよ。要は乃木坂はね、その年後、年齢が多いんですよ。結構いるんですよね。まあ、乃木坂ってね、ちょっとお姉さんっぽいイメージなんで、まあ、モネちゃんの23歳でアイドルってのはなんとなくわかるんだけど、そっからですよ。渡辺梨沙っていうんですかね。この人はね、桜坂なんですよ。元欅坂ですよね。名前変わったんですよね。桜坂の人で、なんかね、欅坂、桜坂ってもっと僕は世代が下な気がするんですよ。でも、結構いるんですよ。小池みなみさんっていう人とか、斉藤冬香さん、関由美子さん、田村ほのさんとかなんかね、結構いるんですよ。もうちょっと、まあ、全員10代ぐらいなのかなって気持ちだったんです。そうでもないと。加藤志保さんっていう人ですね。これはね、日向坂なんですよ。日向坂も最近出てきたから、もっと若いのかなと思ったら、案外、いるんですよ。高木彩花さん。宮田、なんだろうこれ。あと、高瀬愛菜。最近のね、あの人の名前って読み、わかんないんですよ。なんて読むのかね。キラキラネームが多いから。いまいち読みづらいんですよ。これ宮脇さっきらさんっていうのは、これはね、アイズワンですね。アイズワンっていうのは、韓国と日本がね、一緒になってる、トゥワイスみたいな感じのね、なんですけど、これはなんだ、活動休止になったんですね。活動終了なのか。だから、アイズワン自体はもうやってないんですね。4月に、だから、今月ですよ、活動終了みたいですね。あと、佐藤慶吾、河野純喜。これはね、あれですよ、JO1 ですね。JO1 っていう、まあ、ちょっと、日本人なんだけど、なんか K-POP っぽく韓国とかで売り出そうとしてるっていうオーディションで選ばれた人たちですけど、まあ、この人たちも23なんだっていうところですね。 J1 はね、なんかね、いまいちこうバーッと勢いよく行きそうな感じしたんですけどね、いまいち伸び悩んでる感があるのかな。ちょっと見なくなりましたよね、ほとんどね。な感じで、モネちゃんと同い年、あの98年生まれの芸能人っていうところを見ていったんですけど、そう考えるとね、モネちゃんってね、やっぱ年齢の割に落ち着いてますよね。なんか他の人たちと比べるとすごく大人っぽいというか、なんか童顔なのに大人っぽいっていう感じが、落ち着いてるなって感じがありますね。まあそんな感じでした。ではでは。